タニア・ロバーツはアメリカ合衆国の女優。ニューヨーク・ブロンクスでアイルランド系アメリカ人の父とユダヤ系アメリカ人の母との間に生まれる。しかし、貧しさにより両親は後に離婚し、自らも高校を中退する。15歳で結婚し、アメリカ中をヒッチハイクで旅行する生活を送るが、相手側の母親の訴えにより婚姻の無効となる。同時に15歳で、 芸能界デビュー。その後は、ニューヨークで、モデルやアーサー・マレーの下で、ダンスのインストラクターを務めるなどし、アクターズ・スタジオで、リー・ストラスバーグなどから演技を学び、オフ・ブロードウェイや、CM などに出演。1975年、ラストレープで、映画デビュー。アーロン・スペリング葬式のテレビシリーズ。 ベガス2私立探偵団ナーゲスト出演で注目され、テレビシリーズ地上最強の美女たち、チャーリーズ・エンジェルの最終シーズンでエンジェルの一人に抜擢。以後は美しくセクシーな容姿を生かした役柄を演じることが多くなった。1984年、ジョン・ギラーミン監督のシーナに主演。この作品は女バンターザンとして人気のあった。 アメリカの人気コミックを映画化したもので、事故で両親を失い、アフリカの奥地に一人残された白人の少女が、原住民の女気祷師に育てられ美しく成長し、ジャングルの王女として、悪と戦う、という内容。1985年には、007美しき、獲物たちで、ボンドガール、ステシー役に抜擢される。演じるにあたり、黒髪を金髪に染めた。この作品は、 世界中で1億5240万ドルの工業収入を上げる大ヒット作となった。アメリカにおいても5030万ドルで1985年の全米第10位の工業収入を上げた。1985年の映画の世界工業成績で第5位。日本でも1985年度の外国映画の配給収入で第5位と大ヒットしたが、 タニアはあまり印象に残らないと評された。1988年、アミ・アルツ監督の助手サスペンス、タニア・ロバーツのプリズンベイビーでは、綺麗に割れた腹筋と筋性の取れた、見事な死体を披露した。1990年、ジャグ・マンダーラ監督のサスペンス、ナイト・アイズ危険な肉体では、セクシーな、一つ前役を公演。1991年、 フレッド・オーレン・レイ監督のエロティックスリラー、スキャンダラスな女愛と欲望の私生活では、夫への妄想に悩まされる人妻に憤している。2020年12月24日、犬の散歩から帰宅後、自宅で倒れ、ロサンゼルス市内のシダーズ市内医療センターに入院。その後、2021年1月3日に、複数のアメリカメディアが、ロバーツのパートナーの話をもとに同日中に、 死亡したと報道したが、翌4日に広報担当者が死亡報道を一旦は覆し、実際は生存しているものの重篤な状態であるとされた。その後、パートナーが病院から正式にロバーツが尿路感染症のため4日夜に死去したと連絡を受けたことが広報担当者より発表された。65歳没。死生活では1974年に 脚本家のバリー・ロバーツと再婚。2006年、夫バリーと死別。姉には女優のバーバラリーがいる。ありがとうございます。